おはようございます。ニューヨーク在住ヨガインストラクターのマリナです。今日は私が、毎日旦那に作っているお弁当を紹介したいと思うんですけども、ですね、今もなんですけど朝時間がないので今日は一例なんですけど もう手元の動画だけ紹介したいと思います。大したことない料理なんですけど、まあ、綺麗に盛るとこれだけ見た目綺麗になるよみたいな、美味しそうに見えるよみたいなのが伝わってくれたら嬉しいです。じゃあもう早速作っていきたいと思います。ベースに玄米持ってます。玄米たっぷり入れていますね。アメリカ来ても日本のお米の玄米買ってます。あい、じゃあこう具地ネギが出てきました。ここから早送りで送っていきます。斜めに切っていますね。でこれはケールをオリーブオイルと塩で炒めたものですね。ケールそのまま食べても好きなんですけども、ちょっと油で炒めた方がビタミン群の吸収力も良くなって食べやすくもなるので、私はこういう風にして作り置きをよくしています。でこれで出てきたのが大豆ミートの牛丼風の炒め物です。醤油とお味噌などで炒めています。大豆ミートすごいアメリカでも流行ってるんですよね。ギジ肉、これは作り置きしてよく炒めています。で何をしてるかというと、あ、トマト、ミニトマト洗ってますね。洗ったら半分に切ってます。トマトもね、作り置きしちゃうと結構水分が出てきちゃうので、トマトはいつも朝切って下処理をしています。で塩をかけてオリーブオイルちょっと入れます。入れたらイタリアンパセリですね。イタリアンパセリを刻んで混ぜて斜めにこれも盛っていくと、斜めが好きなんですよね私。斜めに盛るとなんか綺麗に見えません？どうなんだろう。はい、で今切っているのはキノコのバター醤油炒めの作り置きですね。これも半分に切ってますね。なんとなく見た目が綺麗かなっていうので半分に切ってます。でちょっと最後手元が映ってないですけども、ケールの炒め物もう一回下に入れてます。パセリもちょんちょんちょんとして整えていってますね。結構上までギュッてやるといいですね。で、あ、最後にキヌアをパラパラとかけています。キヌア最高ですね。栄養価も上がるし、最後にこういう風にかけるとすごいなんか見た目もね少し生えてくるので、で黒ごまをかけました。で最初に切ったこう具地ネギですね、斜めに切ったやつを上に乗せています。完成かと思いきや黒ごま振って、あ、やっと完成しました。こんな感じに仕上がっていきます。というわけで今朝はこんな感じでちょっとバタバタと、作りました。これもニューヨークから、私の食生活とかヨガについての情報を、出していこうと思いますので、ぜひチャンネル登録してくれたら嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。